はい、こんにちは。魔法のタワー、超難関を諦めています。もう挑戦すらしないです。というわけで、ノーマルのフロア25行きます。ちょっと気抜いてまして、このエネルギー、使いそびれちゃいました。ではでは、まずレイ、炎のダンクシュート、こちらに燃焼ダメージを与えてきます。テロニウス、この燃焼ダメージを増加します。で、カミラが回復役、こちらはゴリッゴリの一軍五色チームです。相手はマジックですけど、やはりマナ削りがあると楽なんで、霊人さん入れています。霊人さんのミニオンを守るために、ベラを入れています。相手は浄化持ってるんですけれど、アタッカーとしてうちの中では優れているクリスタリスとエリザベス入れました。で、最後、ブースト英雄が欲しくて、教授を入れています。はい、行きまーす。五色チームなんで、ジャブジャブ消していくのと、あとはこれで終わるんで、この呪いはもう気にせずいきます。呪いは一切の無視でいきます。あ、恩恵言うの忘れてましたね。主にマナ系が多いです。スキル使うとマナが増えるっていうのが好きです。特に好きです。ああ、それこそがここエンジンシティの一番の特徴だ。ではベラを呼んで、ではでは、スキル温存して、ベラでミニオンの壁を呼んで、クリスタリス使って、エリザベス使って、霊人さんも使って、スキル発動順はちょっと違った方が良かったかもしれない。ジャブジャブスキル使っていけるの楽しいですよね。さて、それを飲んだら準備だ。地上ルートで進む。って言ってなかったか？ベラは使わんと、教授使ってエリザベス使って、で、黄色ダイヤいっちゃいましょうか。呪い気にしないので、雑プレイです。マナオソの霊人さんを後で使いたい思いもあるんですけれど、ベラ使ってから霊人さん使って、クリスタリスは使いましょうか。青ダイヤも控えてるんで、クリスタリス使いました。では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 、もうすぐウェーブ4ですね。ここでもう、じゃあ教授は使っておいて、はい、盤面も上々ですね。では霊人さんをあえて使って、エリザベス使って、クリスタリス使って、こうしてる間にも霊人さんにマナが溜まって、恩恵でマナが溜まって、たくさん消すこと考えてここ行きましょうか。ベラは今はあえて温存して、教授も使うまでもないか。このままソラルートを
ではエリザベス使って2体目の雲を貼り付けて、霊人さんにマナが溜まったんでベラでミニオンの壁を呼んで、霊人さん使って教授使って、クリスタリス使って、これでエリザベス、半分以上まだ溜まってますね。いいですね。では青ダイヤいっちゃいまして、二人も今日は好きに過ごしていいぞ。好きにってどうしよう、初めての街だし。はい、では、霊人さんのミニオンを追い出しますけど、霊人さん使って、ガラルにしかない食材を見に行きたいんだ。ベーラーはやめてクリスタリスだけ使っておきましょうか。今から楽しいな。僕はレッグーザの情報も集めたい。ではでは緑ダイヤいっちゃいましょうか。赤ダイヤを作るのもいいな。でもこうしましょうか。はい、では、3体目の雲を貼り付けて、霊人さんにマナが溜まったんでベラ使って、霊人さん使って教授も使って、ではたくさん消すこと考えて、ここ行きましょうか。はい、クリス、おお、ダンクダンクダンク、炎ダメージ。クリスタリス使って盤面にもうちょっと黄色を集めてから黄色ダイヤを使いたい。というわけでどうしたら一番たくさん消せるか、ここかな。はい、1体倒せましたね。ではエリザベスで相手にダメージを、先にベラ使いましょうか。でクリスタリス使って、では霊人さん使って、これで勝ちかな。ランチはカレービュッフェ、あかんかった。では、教授を使って黄色ダイヤを使って、はい、ありがとうございました。がっつり本気の一軍で、ノーマルのフロア25、完了です。素晴らしい戦いぶりでしたわ。我々の生徒たちも良い勉強になったでしょう。魔法を使えるのは私たちだけじゃないよね。悪くない戦いだった。いつでも戻ってきてくださいね。経験値が大きいんですよね。やはりレベル欲しいんで、でもしんどいんですよね。トーク流れましたっけ？ないか。はい、ありがとう。ああ、あかん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 。ノーマルに戻って、宝箱を開けて、トルネード。時間停止。エンブレム30、コイン25。受け取ります。サーモンは、今、21回できるんか。ベッキー欲しいですけれど、やめときます。
ユリウス。ミニオン英雄で、マナ生成、フィエンド。はい、タワーサモン温存します。ではでは。